ときもちセカンドです。今日はねこれ食べてみたいと思います。ボクスンはクリームパン、韓国のデザートスイーツいろいろ食べてみたの動画で、これのシリーズね、スイカと、もう一個何だったかな、全然出てこない、スイカとアップルマンゴーだはい、スイカとアップルマンゴーのねこのバージョン食べましたよね。それのねボクスンは桃のクリームパンのバージョンも出てたんですよ。だからこれちょっと食べてみたいと思います。パッケージこんな感じですね。このボクスンはの桃のパンにボクスンは桃クリームと生クリームが入ってます。やっぱりこれも同じく桃の形してますね。ここに割れ目があるかわいいピンクです。ちょっと割ってみます。あ、こんな感じ。あれ、桃クリームどこだろう。あ、桃クリームっていうか、ここに桃がボコッと入ってますね。あ、こっちもなんか、かすかに真ん中に。あ、入ってる入ってる。はい、こんな感じです。桃クリーム。思ったより量は少ないですが、入ってます。ちなみにお値段は1500ウォン、約150円です。スイカとアップルマンゴーの方が美味しいまあ桃の香りはしっかりしますよ。これパンにもね、桃のこのシロップがしっかり染み込んでます。うん。あ、でもパンしっとりしてて美味しい。うん、うん、あとね桃の果肉が結構でっかくってしっかりしてます。歯ごたえもいいし、うんうんうん、悪くないですね。まあよかったらボクスンはクリームパン、これも食べてみてください。お値段も150円で安いんで。以上、韓国のコンビニボクスンはクリームパンでした。